文英の役において、矢が飛び交い、鉄は、右が炸裂する中を、モンゴル帝国、高来王国連合軍へ切り込んでいく、竹崎末永と選、逃亡するモ古兵ヘ古襲来絵言葉は、筆者不明の前二巻の絵巻物。竹崎末永絵言葉、モ古襲来絵巻とも。鎌倉時代後期の作で、肥後国の御家人、竹崎末永が、 原稿における自分の戦いを描かせたものとされている。旧憩物で現在は宮内庁の所蔵となっている。竹崎家衰退後、大屋野家に伝えられた。末永を中心に原稿での実践の様子が描かれており、元側の軽装兵や軍船、使用した鉄は、などが描かれた唯一の画像資料として知られ、歴史の教科書にはまず載っている。 ストーリーは、前巻は末永が8名の老頭を率いて、文衛の役に出陣して戦い、その後、一番賭けの武功に対する恩賞が出ないことを、不服として、鎌倉へ赴もむき、足立やすもと、自家団盤を行って、恩賞地と馬を与えられる様子が描かれ、交換では、海東郷の児刀として、出世を果たした末永が、公安の役に出陣して戦う様子が描かれており、末尾には、 家訓と共に、永人元年2月の日付が記されている。なお、絵巻物自体は中世のものと考えられているが、猛古兵と日本騎馬武者の描写の違いなどから、後世の過失、改ざん、または、編纂があったとする説も提唱されている。特に、末永と対峙する3人の猛古兵は、同じ絵巻の他の猛古兵と、装備や絵のタッチが明らかに異なり、 またこの部分の紙が上下にずれて貼り合わせてあるのに、絵はずれておらず、近世に過筆されたと考えられており、九州国立博物館の文化交流展示室では、この説が紹介されている。一方、後世の過筆や改ざんではなく、末永自身の指示による、追加、手直しとの見方もある。宮本恒一は、この絵巻について、次の点を指摘する。 安森のおこと現代語訳、およそ解禁に預かった人は124人であったけれども、直に奥出し踏を賜り、お馬を賜ったのは、忠基長一人である。急戦の面目を施すことである。この後も、再び君の御大事やあらんときは、一番に先駆けを、しなければならない。これを、今日の決意とする。全巻一、文英の訳詞一から四、え、一から七全巻二。 文英の訳詞語、英語から8全巻3、鎌倉四六から9、英九、10交換1、公案の訳詞10、英11から12交換2、公案の訳詞11から13、英12から17交換3、公案の訳詞13から16、英18から21。ありがとうございます。